バローチスターン州はパキスタンの最大の面積を持つ州であり、歴史的なバルチスタンの大部分を域内に含む。州とはクエッタで州内最大の都市でもある。州名のバローチスターンとはバローチ人の居住する土地という意味である。1998年5月28日と5月30日にナワーズ、 シャリーフ首相兼国防大臣がパキスタンによる初の核実験をチャガイ地区、ラスコー給料の地下核実験施設で成功させた。バローチスターンの範囲は、複数国家に広がっている西側でイランと、北側でアフガニスタンと、連邦直轄部族地域、東側でパンジャーブ州とシンド州に境を接する。南側はアラビア海に面している。バローチスターン州は、 イラン高原の東端に位置し、西南アジア、中央アジア、南アジアの境にある。パキスタンの最大の州で、パキスタンの陸地面積の42%を占める。山がちな地形と水の不足のため人口密度は極めて低いが、豊富な鉱物資源が眠っていると言われる。国内への天然ガスの主要な供給地でもある。州とは北東部のクエッタで、 中北東部の最も人口中密な地域にあり、州内最大の都市である。クエッタは、アフガニスタンとの国境に近い渓谷の町で、北西のアフガニスタンのカンダハールとは、スライマーン山脈のボーラーン峠を走る、幹線道路で結ばれている。クエッタより、南方は、中央部地域は、旧カラート半王国のあった、カラート地区として知られ、人口のまばらな砂漠地帯で、 ところどころ川沿いに町が点在している。ハラーン地区で産出するブルカイト。西部は旧ハラーン藩王国のあったハラーン地区として知られている。オマーン湾やアラビア海に面した歴史的マクラーンと呼ばれた地域は南西部地域の旧マクラーン藩王国と南東部地域のラスベラ藩王国を経て、それぞれマクラーン地区とラスベラ地区として知られている。沿岸の港湾都市。 グワーダルでは、パキスタン政府が中国の援助によって、新海港であるグワーダル港が建設され、中国に運営権も譲渡された。これによって、パキスタン海軍に新たな基地が提供されるとともに、現在は国内ただ二の主要港である、カラーチー港、カーシム港への依存の軽減も期待されている。北部高地の気候の特色は厳しい冬と酷暑である。 南部高地の冬の気候は北側では厳しいが、マクラーン海岸近くの南側では穏やかである。夏は暑く乾燥し、特に茶街やハーランの砂漠地帯では暑熱が厳しい。平野部では夏は厳しく気温は日中摂氏50度にも達するが、冬は穏やかで気温が氷点下になることはほとんどない。砂漠地帯では人を寄せ付けない強い砂嵐が吹くことがある。 バローチスターンの人口は約800万人である。州内の主要言語は、バローチ語、パシュト語、ブラーフィー語、ペルシア語である。カラート地区をはじめ州内には、インダス文明を担ったとされる多くのブラーフィー、ゴワ社が居住している。ペルシア語話社のデイワール族もカラート地区や、イラン国境近くの西部地域に居住している。バローチ族が南部と東部では多数派をなす。 マクラーン海岸沿いには多様なマクラーニーバローチ族が居住している。州トクエッタではパシュトゥーン族が多数派で、バローチ族、ハザーラ族、パンジャービー族、ブラフイニンなどが少数派として生活している。北部ではパシュトゥーン族も多い。また、パシュトゥーン人、タジク人、ハザーラ人など多くのアフガニスタン難民も州内に居住している。 バルーチ民族主義運動というものもあり、ムジャーヒディーンを講演していたパキスタン政府に対抗するため、ソ連はバルーチスタン解放軍に対して援助を行っていた。過去の歴史からパキスタンの分離独立を目指す動きもあり、反政府武装勢力としてバルーチスタン解放軍、バルチスタン解放戦線、バルチスタン共和国軍などが活動してきた。ありがとうございます。